シャルスパイフリーシング、どこを見ているのかしら。フリーシングフィールド、アイシクルエッジ当たらないわ。フリーシング、純白の刃よ。純白の刃よ。ブリーチフィールド、アイシクルエッジ。バリア当たらないわ。灰になりなさい。アイシクルエッジ、純白の刃よ。ファイアウォール、当たらないわ。トーン、お別れね。どこを見ているのかしら。フリーシング、アイシクルエッジ。フリーシングフィールド、アイシクルエッジ。ボイス、フリーシング、アイシクルエッジ。純白の暴風お送りなさい。おかしゃアシミュライタイこれマギカだっけ。少しは抑えたらどう。グレーシャルスパイク、フリーシング、おバカさん、アイシクルエッジ。グレーシャルスパイク、フリーシングフィールド、当たらないわ。どきなさい、フリーシング。純白の刃よ、燃えよファイアウォール。アイシクルエッジ、アイシクルエッジ、えいっ、フリーシング、フリーシングフィールド、当たるんかい。純白の刃よ、バカさん、アイシクルエッジ、フリーシング、当たらないわ。
惑の刃よ、アタルのリーシング、アイシクルエッジ、フリージンフィールド、こんがり焼いてあげるフライナさんアタルのアイシクルエッジ、うわ、怖っ。削り負けた。逃げ回っててもそれに当たるんじゃ全くダッシュの意味がないと思う。次の大会が VP の、まあ、デンゼルとかが企画する大会があるんだったらあれがいいかもしれないな。あのエーペックスの大会みたいに CR カップみたいな感じで
人にポイントをつけて、また例えばランク戦過去最高ランクプライチの人、プライチ取ったことある人、プライチまでの人2ポイント、ダイヤ3の人4ポイントとかにして、3ポイント4ポイントとかにしてて、3人チーム作るときに制限は10ポイントまでですとかしたら、強い人が自然と他のちょっと弱いかなっていう人と、まあランク戦あんまりやってない人が結構お得なポイント制にはなるけど、まあそれは CR 加藤も同じだからいいと思うけど、そんなこんなでポイント制で3人チーム作るのワンチャンありなんじゃないかって思うけどね。待ち伏しなくなっちゃったな。次当たったら終わる。待ち時間が長すぎてめんどくさいわ。めっちゃ凍るじゃん、どうした？トラップ出したなんかの復帰が1個ですね。終わり。スキルぶりの動画でも撮ろうかな。